い、こんにちは。大人のアート入門、生まれた甲斐があります。ユニコーン画家のすずと、おせっかい社長の鍋さんと一緒に、今日も楽しおはく、ようございます。お伝えしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、いつ今日はも、何ですか？今日はいつもと違うアートのお話をしたいと思います。はい。まあ、美術館に行くときはもちろん当然、絵を見るのが目的ですけれども、私にはもう一つ、実は、目的がありまして、企画展とか普通に美術館行った時にミュージアムショップを覗くのが楽しみなんですね。で、まあ、企画展とかですとその特別な美術グッズがアートグッズがあったりとか、普通に美術館行ってもなかなかこう普通のお店では買えないような凝ったものとかおしゃれなものがあるんで、今日はちょっと私が今まで買い集めたミュージアムグッズをご紹介したいと思います。おお、見せていただけるんですか？はい。まずは、何にしようかなと思ったんですけども、まあ、一番最近行ったローマ店で購入した。これはね、ちょっと、ね、もしかしたら鍋さんにも興味があるものかもしれませんが、こちらになります。こちら。綺麗だね。はい。これポスターなんですけれども、リトグラフという印刷法になってます。これは動物ですよね。動物なんですよ。で、このポスターの絵の意味は、ローマ展ということで、ローマ建国の神話がこのポスターに書かれてるんですね。動物の下にいるのは人？人なんですよ。これ、メスオオカミさんですね。で、この二人がローマの建国の祖と言われている子供たちなんですけれども、その神話がこのポスターに、こんな感じ。なんかカラフルですね。そうなんですよ。で、これ、先ほどもちらっと言ったんですけれども、リトグラフというものでして、いわゆるこう、同じ印刷物でも、こうかすれ具合とかいろいろあるので、同じでもこうかすれ具合が違ったりとか、濃さが違ったりとする。ある意味、同じものだけれども一点ものになるという。昔のプリントごっこみたいですね。そうですね、プリントごっこみたいなものです。こうね、特ありが別とう感をござい感ます。じるような、綺麗。はい、ものになほんとだ。あはい、これりががとうございまあます。つい最近です。で、続いて、ご紹介するのが、まあ、私が美術館行くきっかけになった展示になるんですけれども、もうかれこれ20年、30年ぐらい前の展示になるんですが、ダリ展、私すごくダリが好きなんですね。で、どうしてもダリの美術展を見に行きたくて、父親に連れてってもらったという。思い出のある企画展、美術展で買ったものなんですが、まずこちらが、この時に買った。今のは何ですか？今のカタログになります。カタログ。はい。皆さん、カタログということでご理カタ解ロいグただき。で。で、その時に買ったものの一つで、こちらなんですけど、しおりになります。これはよく見ますね。そうですね、ダリの顔をモチーフしたしおりになって、イケメンって感じですね。イケメンですよ、結構。おひげがちょんとこう。で、これも何枚か組になってたんですけども、ちょっとね、見つからなくて、見つかったのがこれ1枚だけだったっていう。しおりですね。まあ、で、そして、しおりつながりって言いますと、結構今、しおりがミュージアムグッズとして販売されることが多くて、こういうのとか。それも少し映ってますけど、大丈夫ですか？ちょっとも分かりんじゃんね。大丈夫これはね。紙ですか？これはね、紙ではなくてプラスチックですね。プラスチックで。ちょっといいやつ。で、こういうの。これは何展でしたっけ？これはルーブル美術館展ですね。ルーブル展。ルーブル展。ルーブルはね、いろんな形で来て、さっきお見せしたのとこれは違うルーブル展の。になります。
で、まあ、こんなような、ちょっとメタリックの。おお、ほんとだ。で、これはね、やっぱちょっとね、お値段が高いのでね。いろいろあるんですね。これなんかちょっとね、絵そのものではなくて、絵の一部を切り取ったハート型にしてあるって、ちょっと可愛らものだったりする。すごい。あとはちょっと変わり種っていうか、私が個人的に嬉しかったものがこちらになります。モネ？まあ、絵はモネなんですけどね。ははい、これは実は画材でしい。の、え、え、画材。て。画材なんですよ。画材で、まあ、こういうパステル。あ、それさっきと違うさっきのもそのの？カバーがこうかかってただけなんですけど。あらあらあら、二つ買っうん。たんです。一つではないんですよ。こういうね、美術展になると、カバーにこう特別仕様のカバーがついてたりするんですね。おお、あ、違うものなんですね、それね。そうなんです。まあ、普段はこの形で売ってるんですけれども、ちょっとこう美術展とかになると、ちょっとこういう特別なカバーがついてたりするので、中身はね、普通にパステルなんですけどね。こんな感じで。ああ、本当だ。はあ、すずさんと出会って初めて僕パステルって知りました。あ、そうですね。なかなかパステルって使わない、っていうか効かない画材ですからね。画材的には。なんか小さい頃親に買ってもらったさくらクルピーペンシルってあったんですよ。なんかその、なんか似てるなって最初イメージがあって。でも全然ね、別物っていうかね。別物なんですね。別物ですね。へなんかまあ、わかりやすく、私が、これはちょっと硬いバージョンなんですけれども、え。私が普段使ってるのはこれよりもちょっと柔らかいものなので、こう質感としては本当チョークみたいに。チョークか。よりもチョーク。クレヨンではないんですけれども、なんていうの、感じとしてはチョコレート。ストチレーョコレートト。みたいな硬さで、感じかな。でも食べないでください食べなね。いでくださいね。ちょっとうまくね、何に例えたら、硬さ的にはね、ちょっとチョコレートパキってやったような、板チョコパキ板ね。とパキったような感じかな、私的には。はあ。まあ、パステルにもね、いろいろクレヨンっぽいのとかもありますし、色鉛筆みたいのもあるので、またそれはね、いつか、お話できたらと。で、まあ、こういう画材があったりとか、あとはそうですね、画材つながりで言うと、何があるかな。そうですね、画材つながりと鉛筆っていうのもあるんですね。鉛筆。鉛本当だ。筆。鉛筆。太いんですよ、ちょっと普通の。これは濃いやつかな？濃いやつですね、2B っていう。2B。2B。よく小学生とかがこうね、使ちょっう。と太めなんですね。これは太いですね。これもなんかやっぱりその美術展の限定みたいな形で、この美術展の名前が、企画展の名な前が。るほど、なるほど。金で。金で書いた。こんなのとか。まあね、定番としてボールペンなんかも。おお。ですね。あ、それは何か企画展の絵が描いたのかそうな？です。これは貴婦人と一角重点っていうものの企画展で購入したボールペン。ボールペンっていうとこういうの。おお。ここに天使がついてはあ。る。ちょっとおしゃれ。封を開けずに取ってあるんですね。まだね、ちょっと使う、どこで使おうかなと思って 使いあぐねてるんですけど、そう。まあ、新しい年になったら使おうかなと。ああ、やっぱり文房具が多いんですね。僕ね、結構好きなんでありますね、文房具っあ、ていもうともか。とね。そうなんですよ。で、まあ、こういった付箋。付箋。一時期すごい付箋があったんですけど、今ちょっと付箋少なくなっちゃいましたね。ああ、大きいのもあるんですね。いろいろあるんですよ。これなんかは、立てられるんですね。
ああ、ルーブルだ。ルーブルで、これナポレオンなんですええ。よ。結構お気に入りな。で、これはミケランジェロですね。おお。へえ。もう、兵しか出ないっす。まあ、あとはね、さっきのアルキンボートル。これこれ、も付箋。線で、これ書くとこがあんま少ないんで、しおりみたいな感じで、使う感じですかね。まあ、あとはもう、線っていうと、まあ、いっぱい私、一時期は食べてたんで、あるんですけど、こういうのとか。あ、それはなんか普通っぽいですね。これ普通っぽいんですけど、ここに書かれてるのが、ピカソとモネっていう、そういう句か。ピンごク。本人のそうですね、イラストっ似て顔か。絵とかイラストをそうですね。誰かが描いたんですね。誰で書いたやつ。へっていうのもあったりとか、え。うん。しますね。あとはそうですね、ちょっと変わり種っていうと、まあ、キーホルダーなんですけれども、こんなような。これってもしかして？これってもしかして、ここでもやったことのある。ひーちゃんに。キーちゃんなんですが、ムンクの叫びをですね。やっているものに、コラボだ。コラボです。コラボ、こんな感じで。おー、かわいい。なんかかわいくなっちゃいますね、やっぱり可愛くなっキたの、可愛くなっちゃったので、じゃ可愛くないムンクさんってます。ー。おー、これもキーホルダー？これもキーホルダーです。これ。叫ちょっとび。叫び。ふかふかでちょっと気持ちがいいこよんうなに。感習じさの。れてます。習されている。すごいすごい。もう、何回へーって言っちゃうの？ありますし。はーにしよう まあ、あとはそうです。定番なポストカード。おお。カードなんか定番なのでも、行くたんび結構買ってますね、たくさん。それは何枚か組になってる。あ、自分で選べるんですよ、いろいろ。で、まあ、いわゆるその企画展で、推しの絵ももちろんありますし、それ以外の絵もあるので、私は結構自分が見に行った展示の中で気に入った絵のを買うので、結構の枚数行くたんびに買っちゃう。ですね。これは、マティステのですかな。ああ、マティス。多分マティステの、マティス。あと、ちょっとね、大きめなこういったのも。これ前に出てきませんでした？れはね、出てきてはないですけど、ピカソですね。うーん。ピカソ展。まあ、あとはそう、最近流行りっていうと、A4 のこういったファイルが。これはシャネル店。シャネルだ。シャネル店あが購入したものなんですけど、こんな感じ。で、これはあ。本当に2面になってる。ええ。そういうのも行かれたんですね。シャネル店。は最近ほんとこういったファイルが多いですね。あ。すごいな。何アイテムあるんだ？ まだね、いろいろありますね。まあ、キーホルダーっていうと最近ほんとアクリルキーホルダーとかも流行ってるんで、これはちょっとアーティソン美術館っていうとこで購入したものに。ちょっと色がこう、蛍光カラーで。透明なんで分かりにくい。こんな感じのが。保存状態が立派ですね。もうこれけど比較的今年買ったものなのでまあ、にしてもね、今まで の。うん。あとは、最近のもさ、流行りっていう話になりますと、トートバッグも結構買いました。まあまあ、いいお値段するんじゃないですか？
そうですね。今は結構いいお値段しますけど、私が買ってた時はそんなに高くなかったんですよ。それこそカタログと一緒で買うと100円引きになるみたいな感じで、1000円しなかったかな？したかちょっと忘れちゃったんですけど、今みたいには全然高くはなかったです。で、まあ、こういう、これは春日大社っていう。春日大春社。日大社なので、絵ではないんですけれども、これは博物館のもので買ってます。あ、それもグッズなんだ。グッズなんです。これも結構。おろおろおろ。これはね、モネ。モネ。おお。へえ。で、これは、さっきもちらっと出てきた。ユニコーンと一角重点か。なので、ちょっとね、まだまだね。持ってますね。まだまだあるんですけどね、現在進行形で使ってたりするので、結構丈夫なんですよ。丈夫で大きさもあるので、本当マイバッグだったり、お買い物バッグに使って。すごあとね、ちょっと思った。い。あら。こういう黒いの。これは何ですか？これはウヒッツ美術館っていうイタリアの美術館の企画展で。かっこいいですね。まあ、カプセルもかっこいいし、なかなかこう、間違って使いやすいかったんですけど、やっぱ黒なので、だんだんこう 色が飛んできちゃったりしたので、お外にはもうあんまり今使ってはない。まあ、あとはちょっとね、トートバッグはトートバッグなんですけど違うもので、これはダリの。おお。これはなんか向こうの美術館で売ってる多分ミュージアムグッズかなんかだと思ああ、それを日本で変えたんですね。ダリ展でやった時、まあダリも結構人気なんで、何回かいろんなとこ行ったので、そこで買った時のもので。多いなあ。なんかすずさんがショップできちゃいそう、それで。いや、持ってる人はもっとあると思いますよ。そ うなんですか。もっじゃあと知あらるない世界なんでね。まあね、私も結構自分が使うものしか買ってないので、本当にお菓子だったりとか、でもお菓子だと缶があったりするので、そのお菓子より缶目的で買ったりする場合もありますし、はあ、なんか、デパ地下にそういう缶のお菓子を売ってる、いわゆる美術の、絵画とかの、そういう専門店がありましたね。ありますね。まあ、そういうのもあります、あるんですけれども、それとは別に本当にその企画展用の特別仕様の缶があったりとか、ありますね。じゃあもう多種多様っていう感じですね。そうですね。まあ、アイテム数にしたら。そうですね。でも、あと、アイテム数で、同じもののアイテム数で一番多いのって言ったら、まあ、ポストカードは当然、200、300、400ぐらい、もう、ありますけど、それ以外に、さっきちらっとお見せしたカタログですね。この展示行った時に、絵の解説と絵が描いて、絵の写真が入ってる。カタログなんかは、ほぼ毎回、出るので、何冊ぐらいあるんだ。この前、ちらっと数えた40以上は、5、60はあるかもしれないです。多分5、60はありますね。素晴らしい。これちなみに、なべさんの大好きなもんでもうね。す。もんね。わあ、いいですね。いいですね。はい。で、あと最近カタログでもバージョン違いが起きてたりするんですよ。中身は一緒なんだけれども、表紙が違うのとか、はあると、どっちにしようとか、どれにしようかとか。すごいね。購買意欲がくすぐられる。そうなんですよ。だからすっごい困っちゃう。カタログ買うときも、そういうのがあって、どっちにしようかな。
ていうふうにん。悩むときありますね。素晴らしい。で、あとはまあ、本当カタログ買っていいのは、ね、その日見た絵をもう一回見れるっていうのと、外出をね、ゆっくり見れるっていう思のと、い出したりしますもんね、カタログ見ながいらますね。ね。で、最近ちょっとまあ、鍋さんと一緒にこういった番組を作ってるので、カタログ見直してたら、あれ、こんなことも書いてあるとか、新しい発見とかもあって、意外とこう読み物的で面白かった。なんか、ミュージアムショップ回って、はい。珍しいものってありました？珍しいものですか？なんか、珍しいって、まあ、どんなもの、いや、こんな大きいものをどうやって持って帰るのとか。大きいもの。ああ、珍しい こ れっもの。て誰が使うの？とか。ああ、珍しいものありました。ありました、何？珍しいもの。はい。少々お待ちくださいね。はい。男性には興味ないかもしれないですけど、え、化粧品？アクセサリー。ほう。ネックレス？ネックレス。これちょっとペンダントのここの部分と、これは別売りだったんですけど、それが、その部分が海外になってる。そうです。これユニコーンなんですね。おー、そうそうそうユそう。ニコーン。ユニコーンはもうね、買わないとね。買わないと。で、まあ、そこの店、お店の店員さんに勧められて、これと一緒に、私、ピアスの穴開いてないので、ユニコーンのイヤリングも一緒に。ちょっと、小さくて分かりにくい。これはちょっとイヤリング。ピアスも売ってるんですね。多分ピアス持ってると思うんですよ。こういう当の然、も、はい。その販売されているグッズって、いろんなメーカーが作ってるってことですよね。これはそうですね。なんか企画展だったり、まあ普通の美術、ミュージアムショップもなんですけども、企画展の時はその企画に合わせたものだったりとか、その国のものだったりとか、イタリアのものだとやっぱガラス製品が多かったりとか、で、この前行ったのだと、ローマ展の時は古代ガラスだったかな？ローマのなんか地中から何千年だか何百年だか埋まってたガラスを使ったアクセサリーが。そういった意味じゃ高価なものなんていうのも置いてあったりするんですね。そうですね。高価ですけど、多分普通のお店で買うよりは若干安いものもあるかもしれないですね。まあでも、まあ、今の話とはまた別で高価なものっていう。あります。それこそ複製画だったりとか、すごい精巧な絵のものだったりとか。いやー、すごい。いや、いいもの見せていただきました。いや、僕もね、ちょっと私事なんですけれども、23年間印刷会社を経営しておりました。まあ、その時に某大手企業からですね、ミュージアムショップの、企画展用の袋を作ってくれって何回かやりましたね、いろいろ。すごいですね。ああ、ありがとうございます。ははい。まあ、その割には現地には行ってないんですけどね。作って収めてたっていうだけで。よくあるビニールで、小判型にこう持つところが空いてて。で、そこの、まあ、ポスターっていうんですかね。その企画。それが印刷されているっていう。そうなんですよ。だからもしかしたら、うちが作ったやつ、スーさん持ってるかもしれないですね。ね、持ってたらいいですね。ねもう最近のはなんか何の変哲もない透明のビニールのになっちゃってるえ。あ、のがそう多いなんですけね。ど、有料になった分、前はその袋とかって無料だったんですけど、いろいろなご時世、有料になってしまって透明なものが、メインだったりするんですが、ものによってはその企画展専用の
袋があったりするので、私は比較的、お買い物するときは、お金か、有料ですけれども、袋を買うときは買います。なかなかね、いい。ルノワール店やったような気がするあ、ルノワールも結構いっぱいやってますからね。ね。まあ、いつの時代か忘れてたな。じゃあ皆さんにはおすすめなわけですね。おすすめですね。なんかちょっとしたアクセサリーなんかもあるので、女性の方なんかはいいかもしれないですね。まあ、あとはなんでこんなもの売ってるんだろうっていうんだったら、なんかちょっと肝皮ぬいぐるみみたいなのとかもありますね。常設展示、なんていうの？あ、女常性設展示、展示はい。でもあるんですよ女性ね。展でも、美術館入れるとこだと、お店があるので、そのまま入ってお買い物とかもできるとこがありますし、まあ、企画展とか入らないと買えないとこもありますけど、上野の西洋美術館とか、東京都美術館だったかな？なんかは、ミュージアムショップだけでも覗くことができるので、おすすめです。新国立もあるのかな？新国立もあるだと思います。あそこ綺麗ですよあそね。こ綺麗ですね。そうですか。すずさんにとって、ミュージアムグッズってどんなものなんですか？もうなんか見ててワクワクするものですね。文具好きだからっていうことでもなくて。なくてそうですね。文房具が結構多くは買いますけれども、そうではなくて、そういうものでもなくても、やっぱ持ってることで満足するというのもありますね。なんか特別な感がるほどね。あるので、ノートとかもあるんですね。ノートだったりとか、シールだったりとか、あとマグネットとかもあるので、まあ大体、最近はマグネットは大体こういつも置いてあるので、自分がこう美術展見に行った時に絶対これだけは買うっていうふうにするのもいいんじゃないかなと思うんですね。マグネットだけ集めるとか。まあ、カタログは当然です。カタログポストカードは当然ですけど。もともと収集するのが好きなタイプ。収集は好きなタイプです。僕は映画のチラシとか集めてましたけどね。美術展のチラシもありますね。ああ、そうかそうか。はい。だから、美術館の版権もあるので、それこそ30年ぐらい前のチラシとかも残ってますね、きっと。いいねがついてるかもしれませんよ。どうでしょうね。たまにこうね、やっぱね、見ると、メインの絵が載ってるので、それだけでも本当額に入れてもいいような。ものなの。僕なんか多分小学校の時に仮面ライダースナックのカード。はいあれが最初だな。はい。ああ。は収集って意味では。いはい。すずさんはそういう。収集は何でしょうね。ぬいぐるみですかね。ぬいぐるみ。まあ、ほんとじゃあ、小捨さい時ですね。なんか、親に買ってもらったぬいぐるみとか。いっぱいありました。いやいや、本日は貴重な、ね、グッズを、アイテムをお見せいただきありがとうございました。りがとうございました。また、次回はまた、はい。違った違っ角た。度。はい。では、ありがとうございましはい、た。ありがとうございました。では、では。楽しんでいただけたようでよかったです。すごい楽しみました。はい。感じました。では、また次ありがとうご回ざいましも楽た。しみにしててください。ありがとうございありましがとうございました。た。